もこんにちは、ヒカゲームです。今日もですね、ウニギレバープリ2020最新情報やってきたなと思います。今回はですね、3月23日からやってきたボローニャクラブセレクションレベマ比較やっていきたいなと思っております。いやー、このガチャね、聞く人結構少ないとは思うんですけど、はい、今週ですね、まあパリサンジェルマンと2つしか来てないので、はい、せっかくなので動画化していきたいなと思っております。多分サクッとした形にはなると思うし、結構渋めのガチャではあるんですけど、渋いところは僕のテンションでカバーしていきたいなと思っております。っていうところで、いつも通り5段階評価ですね、 S から C までの評価でやっていきますので、早速見ていきましょう。 Let's go。はい、まずはですね、使用か、基本的には使わない選手ということで、一発目、スコルプスキ選手ですね。この選手は、まあ、ゴールキーパー枠ということで、今週ナバス含めて、どちらのクラブセレクションも、ゴールキーパーの選手はちょっと厳しめなんですよね。はい、ゴールキーパー能力自体は悪くないんですけど、まあ、身長187で、今後は4って考えると、まあ、さすがに育成はしないかなっていうところですね。はい、ということで、次行きましょう。はい、次はですね、金玉センターバック、バーニ選手ですね。はい、この後紹介する冨安選手と同じく金センターバックになるんですけど、まあ、金センターバックだったら、冨安選手の方が当たりかなっていう印象ですね。はい、この選手はですね、すごく珍しくて、ディフェンダーでスキルもプレイスタイルもないんですよね。ちょっと悪い意味で珍しいって形になっちゃうんですけど、いや、ここちょっと寂しいですよね。はい、フィジカルコンタクト95だったりとか、まあ、光る数値はあるんですけど、はい、こちらもセンターバック、後半読んで、アグレッシブネスなんかも結構低かったりするので、はい、このあたり考えるとちょっと厳しいですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 C 評価、パラシオ選手ですね。この選手37歳の大ベテランということで、まあ知ってる方も多いと思いますし、もしかしたらさ、37歳っていうとみんなのお父さんと同い年っていう人もいるんじゃないかなと思ってたりするんですけど、はい、まあでも黒玉でね、こういうベテラン選手が使えるっていうのは割と胸厚案件ではあるかもしれないですね。で、ラインブレーカーなんですけど、割とスピションが低くてですね、こういうタイプであるともうちょっと得点能力は欲しかったかなっていうところですよね。はい、オフェンス点数91っていうのは非常に高いと思うんですけど、他がいまいち上がりきってないので、まあスキルもまあ悪くはないんですけど、後半4ってこと考えると、まあ育成優先度はかなり低めなのかなと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 B 評価、基本的には使わないが希少性は他にない特徴を持っている選手ということで、一発目、ポーリ選手ですね。すごいね、なんかポーリだったりバーニーだったりとかね、名前がちょっと似てる選手が多いんですけど、なんですけど、正直このガチャだとまあ割と当たりの方かなと思っております。まあそこまで高い能力値ではないんですけど、大きな欠点なく、ボックスボックスらしくですね、バランス感はあるのかなと思います。特にですね、パス系数値は90前後と非常に優秀だったりするので、まあね、ライブアップデート A だったらあるかな、まあ B だとちょっと微妙ですけど、 A まで上がってくればワンチャンあるかなってイメージですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、 B 評価、オルソリーニ選手ですね。いや、アイコンかっこいいね。この躍動感、 S 評価って感じなんですけど、はい、能力は悪くないですよね。スペシウムほぼカンストしていて、ドリブル数値非常に優秀ですね。ドリブル94だったりとか、さらにオフェンスセンスも91まで上がってきてるっていうのは、この選手の大きな特徴なのかなと思います。で、パス数値もともに85超えてたりとか、長所もついてますので、はい、このあたり攻撃的な数値っていうのは非常に優秀なのかなと思います。ただ、決定力はですね、レベマで83だったりとか、スキル考案が惜しいんですよね。はい、なので本当にね、悪くはないんですけど、惜しいっていう選手なのかなと思います。まあ、インレシーいい選手いっぱいいますし、優先度としてはそこまで上がってこないのかなって印象ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、サンソーネ選手ですね。これさ、あのオルソリーニ、サンソーネ、ソリアーノとか名前が結構似てるんだよな、みんなね。はい、で、この選手はバランスタイプの2列目からの飛び出しということで、能力面は結構いいんですよね。スピードがともに90超えてたりとか、攻撃面もですね、まあ85から90ちょいの数値が多く、安定感という意味では抜群なのかなと思っております。なので、こういうタイプはですね、ライブアップデート良ければ化けそうなタイプだと思いつつ、スキルとかね、コンディション安定度がもうちょっとかな。はい、ここが不安要素であるのは事実で、特にですね、スキル面は少なくはないんですけど、例えばワンパス、スルーパス、ワンシューとか優秀スキルって言われてるものが少ないので、このあたり2列目だと気になる方多いんじゃないかなとは思ってますね。はい、ということで次いきましょう。はい、ここからはですね、 A 評価、能力がそこそこ高い選手、ライブアップデート B 以上であれば使いたい選手ということで、はい、基本的にはここからは当たりですかね。はい、まずはソリアーノ選手ということで、この選手はですね、スキルも能力も全然可能性はあるなと思っていて、攻撃面はですね、85超えてる数値多いですし、ディフェンス面がですね、意外と高いっていうのが2列目の飛び出しの中では結構珍しいんですよね。で、スキルはまあ少ないんですけど、ワンパワン
慣習っていう結構貴重なスキルを2つ持ってますので、はい、ここは評価ポイントなのかなと思います。で、あともう一つ僕が面白いなと思ったのはフィジカルコンタクトなんですよね。これが87あって上背もそこそこあるので2列目で結構ゴリゴリいけるタイプで、しかもですねパスとか攻撃面もあるって考えると、いや意外と面白いんじゃないかなって思いましたね。まあさすがにギリギリ A 評価ってイメージなんですけど、このガチャの中だと富安選手と並んで大当たりになるのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、今回最後はですね A 評価富安選手ですね。まあこの選手も迷ったけど A 評価ということで、このガチャの中だと普通に日本人忖度抜きで大当たりと言っていいんじゃないかなと思っております。正直ですねボールダッシュが86っていうのがちょっと物足りないんですけど、ディフェンスセンスはですね今回大幅強化されて96まで上がってきたりとか、身長188あってフィジコン96とかもあるので、いやこれね本当に優秀なんですよね。さらにマンマークインターセプトもあって、スピシュンやパス回りもですねなんだかんだ80超えてるので、欠点っていうほどではないと思うんですよね。はい、そう考えるとまあライブアップデート良ければ全然あり得る選手かなと思っております。まあセンターバックよりまあ右サイドバックで使う方が結構いいんじゃないかなとは思ってますけどね。はい、で以前のですね富安選手と比較すると、まあこれはちょっときついですかね。過去2回は週刊とファンズチョイスでスキル追加があったんですよね。まあピンポイントクロスがあったのでここの差が大きいかな。まあスキル追加アイテム使えばいいじゃんって思われるかもしれないんですけど、やっぱりアプリはなかなか配られなくて富安選手に使うかっていうと難しいと思うので、やっぱりスキル追加大きかったかな。はい、で今回ディエンスセンスが上がってるっていうのは熱いんですけど、まあ乗り換えはなしで OK だと思いますね。はい、ということで今回ですねボローニャクラブセレクション一気に8名比較させていただきました。まあサクッと動画ということで、はい、これ見てもしですね引きたいと思ったら引いていただいてもいいんじゃないかなと思っております。ということで今回動画以上で終了していきたいと思います。いいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。バイバーイ。本日も動画見ていただいてありがとうございました。この動画作るかすっごい迷ったんですけど、まあ一応出すことになりました。ちょっと再生数心配ですけど、まあまあまあいいでしょう。参考になる方が一人でもいたらすごく嬉しいなと思っております。ということでぜひクイズやっていただいて、この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。バイバイ。